はイコール兄弟の駒ヶ峰です。部長ゆりです。お願いします。お願いします。はい、今吉田神社にいます。はい、でここ吉田神社なんですけど、今からちょっとここから能楽寺グランドの方に向かって歩いていくので、実はこれ北部ルートの始まりの動画なんですね。はい、はい、最初は、元京大総長の小池和夫先生に来ていただいて、ここから能楽寺グランドまで、ここから続け花織断層の紹介をしていただきながら一緒に歩いていきたいと思います。それでは行きましょう。行きましょう。今日はあの京都の活断層がいくつもあるんですけどね。活断層って何かどういうの？まず大きさ。大きさ。大きさ。どうか、断層ってだけ結構長く伸びてる。10キロぐらい。うん、ちょっと足りるけども。はい。長さでいうと50キロとか100キロ、50キロ、100キロで、深さでいうと100キロに対して10キロぐらいが近い。はいはい、15キロ。そういうサイズのもんで、それで、断層ですから地層をずらすんだけど、断っていうのは断ち切れることだけど、圧力かかってるからこうはならないですよね。それから物があるからこうはならないですよね。結局滑るしかないよね。でかつ活断層だから生きてる、生きてるってのはどういうふうに生きてるかな。まだ動いていくみたいな。今も続いてる。でもどこも動いてないですよね。だからめったに動かないから2000年から3000年に1回ずれる。どれぐらいずれる？ずれるのは短そうですね。わずかに10センチとか。いやもうちょっと5メーターぐらい。あ、5メーター行くの？5メーター。2メーターとか5メーターとかずれるっていう、そういうものなんですよ。はい、これ Google Earth 今どこにいるかわかりますか？ウェビアコですか？ああ、そっかそっか。大阪湾。大阪湾で。でここにいるのね、はい、京都盆地こうですね、断層、花織断層どこにあるでしょうか。ここにスーッとこう線が見えますね。はい、これね、これが花織断層。こんな見えるもんなんですね。見え、地球上から見たら、はい、谷になってる。だから100キロ、50キロだから空から見ないとわからないですよね。で、ついでにまっすぐな線がいっぱい見えますね。で、もう一つ大丈夫、横にずれる活断層、水平にずれる活断層ってことは、こうなってたら水平にずれませんよね。だからまっすぐだってことですね。じゃあまっすぐな線があると、水平ずれの断層がどこにいるの？これは、これは鴨川ですね。この辺ですかね。兄弟は？これ、この辺兄弟ですよ。農学部。ああ、そう、これが本家で、ここの辺？そう、そうです。さっきのところ線こう見えます。今どこで、はい、こうですね。ラッパの線がまっすぐ見えますね、はい、ここグラウンドですね、はい、で今ここにいるとここでちょっと見ていただいて、ここまで行ってこの間をちょっと歩いてみましょうと、こういう話なんですね。ここからここまで、はい、でこれ福井までこう行くわけですよね。福井まで、うん、ここが分かると大体 あと分かると思うので、これは人工衛星からあのこういう木とかいろんな柔らかいものが映らない波長でやると、岩盤のある赤いところと大地の盆地やら平野の青いところがこう映るんですね。これで見るともうちょっとはっきり線が見えてきますね。そうですね。ここにありますね。うん、こういうところみんな切れてるという、うん、そういう活断層でそういうもんだということで。で、これはね、ちょっと古い地図なんですけど、この地図でここへ書いてあるのが活断層なんで、で実際どこにあるかっていうのをこれから見に行きたい。はい。はい。相手が右へずれるように2メーターほどずれる。
断層がずれるのはどういう時かというと、力がぐーっとかか押されてる時なんですよね。力がなければずれませんからね。で、どういう時に押されるかというと、フィリピン海プレートっていうのが西日本の下にずっと潜り込んできてるんだけど、それがどん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 押してくるわけよ、西日本全体を。それがうんと押してきた時にずれる。で、どういう時押してくるかというと、南海トラフの巨大地震っていうので、プレートが外れてちょんとずれる、跳ね上がるんですけど、その前が一番押されてくる、ぐわーっと押してくるんですよね。で、その押す力でストレスが溜まった時に南海トラフがバーンとずれて巨大地震が起こるんだけど、その前、その起こる前にこの辺は圧力がかかってるわけでしょ、はい。そうすると南海トラフの巨大地震が次起こるのは2040年頃で、僕は2038年って予測してるんですけど、その前直前ぐらいにずれる可能性がある。どこがずれるかわからないけど、ここもずれる可能性がある。こう、だから十分あり得る、そうですね、ということを覚えておいてください。で、要するに今日見えるのは何かというと、昔から何べんも何べんもずれた跡が見えるということですね。というわけで、これから少しそのずれた跡を見ながら歩いていきましょう。はい。これ今ここにいるんですけどね。ここは京都大学で。はい。で、これね、これをこう、ここがまあずれるとこうしますやん。はい。で、この吉田山の仕組みですけどね、今こういうふうにずれてるね、これがさっき言ったようにこう右にずれるでしょ、横に水平にずれるんだけど必ず上がるでしょ、はい、ここで止まって、ね、ここで終わるとしたらね、こうずれたら必ずプッと上がるじゃないですか、はい、この上がったのが吉田山なんですよ。だからそういう仕組みでね、その水平ずれなのに上下のずれが必ずあるっていう、そこがちょっとね、なかなか分かってもらえないところです。日本の断層っていうのは上下にずれる断層は上下にずれてる、見え、水平ずれても見えないんだけど、もう必ず上がるんですよ。向こうは下がってこうなってるからね。だから上下のずれが見えるわけです。そこが大事なところですね。そのずれた後に辿っていこうと。そういうその道はあるということです。こういう。今はそこに向かって、こっちはあの南北、どれぐらいの距離があるかというところにちょっと遠いで、要するに断層の方向が北東の方向行ってますから、はい、だんだん離れてますね。それを実際見てみましょうという。次のマここへ来たんでね、ここまっすぐ来て、この道へ来てますね。で、この道、こういうところに、なんでこんなところに道があるか、これをちょっと今日は考えてみてほしいんですけども、この道をこう行ってこれから行きますけどね、この道の橋台があって、続きここにあるんですよね。ここまっすぐ伸びてますね。こうね、道ありますよね、うん、これもともとずっとあったんですよ。橋台が効いてしまったんですよ道を断ち切って作った時に。で、この道を何て言うかって言ったら、志賀越え道っていう、ここに香神橋っていう、ありますね、香神橋、はい、都があって、香神口、あの京都の都には七口っていう口があるんですけど、香神口、そこから出て行って、この道をずっとこう行って、山を越えて、滋賀へ行く、近江へ行く、滋賀越え道って。というのが、これだけあったんですよ、昔。他のところはなかった。その時に、もっと養鶏、土地行こうといたら、兄弟よかったのにね、という話だけど、そこへ兄弟を作ったわけですが、その時こう断ち切ってしまったんで、道がなくなって、こうあるわけですね。工人口からずっと市街へ行く道が、なんでここに道が
ついたかっていうのが花織ダンスの仕事で、それがだんだん今日は分かっていくし、はい、それでね、これよく見てて、この山こういうふうになって、本来この山こうあってほしいんだけど、うん、ここが切れてるんですよね、スポンとこういうふうに、これなんでここがまっすぐ、そこがストンとなくなってるの、なんでかっていうと、これ北白川扇状地っていう扇状地の尾根なんですけど、そこへ土砂がダーッと流れてくるわけです。豪雨の集中豪雨の時にね、ダーッと流れてきて、これを削ったのね。でもこういう山を、ここで何遍も何遍も洪水が流れては削ってしまう。だからこういう道になって、ここ今出川通りっていうんですが、その川の名前じゃないけれども、ここ要するに大きな川が出てるんですね。っていう、そういう、ここがストンと立ち切れてるというね。吉田山が削れちゃった。で、今これ地図で書くと、今この道をこれから行くんですけど、はい、こういうふうに断層があるわけですね。で、この道ちょっと行ってここ行きましょうと。はい。はい、ここへわーっと流れてきてるということは、向こうは侵食されて減ってるということですね。これをずっと見とくとびっくりですよね。あ、やばいね。で、峠を越えようと思ったら、一番賢いのが扇状地の尾根をずーっと行ったら一番低いところに行くとね、あ、自然にここに道ができるんですよね。だからこの道が北白川扇状地の尾根だと、そこ一番近道、三次元的に近道、それが分かると、扇状地の意味、道がどうしてそこでできるかという感じ。もう一つは川がそこに流れてる。一番低いところの川が通ってるんですけどね。その川は大体こう流れて、で、あの扇状地の尾根沿いに川が流れて、これからもそれが起こるわけで、そっちの方が地震よりも大変です。僕が知ってるのはね、ものすごい土砂崩れがあって人が死んだぐらいの洪水があったんですよ。はい、さっき言ったようにここに景色があって、そこに比叡山があって、はい、ここに大文字山がある、でこの間がずっと低くなって、で ここが削れて、この土砂がずっと流れてきて、北白川扇状地を作ったんですけど、それで今、峠をこう越えていくわけですよね、ここをね。こういう地形、これは鴨川の西側から見た地形なんですけど、で、なんでこういう構造ができたかっていう説明を、はい、こういう、今、ここにいますよね、高野川がこうあってね。これ地質図なんですけど、この部分だけが花崗岩なんです。で、なんでここに花崗岩があるかっていうと、この場所全体が昔南の方の海底でできた岩盤なんですね。で、その海底でできた岩盤がここまでやってきた後、活断層運動が始まって、だいたい100万年ぐらい、120万年から100万年前ぐらいから今の断層運動が始まった。で、その歴史が非常にはっきり分かってるんですけど、それでここで来て、初めてこのずれて、どん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 こういうふうに隆起したわけですね。で、隆起すると、花崗岩だけ侵食されやすいでしょ。もろいですね、花崗岩はね。その下、白い砂がザーッと流れてきて、この下はもう白い砂がだらけになって、はい、で、北白川っていう。もう扇状地が、白川ね。真っ白い川ができる。はい。で、どうして、あのここが大文字と比叡山が高い山かというと、昔海底でこの花崗岩が貫流してきた時に、ものすごい高熱のマグマがこう出てきた時に、両岸を焼いたんですね。で、焼いたらそのホルンヘルスっていう硬い岩ができて、ものすごく硬くなってるから侵食できない。
削られずに高いまま残ってるという、うん、そういう仕組みになって、はい、それでさっきのこの景色が出てくるわけですね。ここ低くて、うん、だからその侵食を始めたのは花織断層の運動によるわけだけども、うん、この構造ができたのはもっとずっと昔のどっかよその南の方の海底でできた、はい、こういう歴史が、うん、京都の歴史、ね、でそういうことをやった結果今は活断層盆地になってて、こういう活断層が6本ほどあるんですよ京都は、うん、西山断層とか片野断層とか大爆断層とかね、有馬高槻構図線とかいろんなところで構図れて盆地ができてて囲まれてるでしょ。だから四角いこう盆地ができて、だからあの世界で珍しい都だっていうのは城壁がない都になったんですね、うん、それが京都の歴史なんですけど、もう一つ大事なことは、なんで100万年ほど前から始まったかって、本州がここまで来た後で伊豆半島が南から移動してきてぶつかったんですね。でその伊豆半島がぶつかって日本本州全体を押し始めて、今の力のストレスの場ができて、で今の活断層運動が始まった。それが日本列島の歴史の中で、はい、だからこの辺りの活断層全部100万年前から動いて、でどういうふうに動くかというか2000年とか3000年に1点2メートルほど越すんで、それをずっと繰り返してるわけですね。だからあのこの辺の山はね、高いところを見ると比叡山とか愛宕山とか、あのそれから、金剛山だとか、あの六甲山だとか生駒山だとか、みんな900メートルぐらいの山になってるでしょ。だから全部同じ仕組みで同じように活断層運動して繰り返してきた。どれも同じように動きますよっていうことですね、はい、でその動いた結果がこういうことになるんですけど、ずれて高くなりますね、うん、でこういうふうに崩れてくるんだけど、両方に活断層があると盆地ができますよね、うん、でそこに人が集まってきて都市ができるんですね、うん、だからここに活断層ありますから、盆地や平野を生み出して大地震は大都市の直下に起こるという法則ができたと、うん、これがこの近畿地方の大きな特徴なんです、うん、だから六甲山の断層と神戸ぐらいが、うん、で言い換えると長いこと地震の被害がありませんという奈良とか、この日本書紀見ても奈良で大地震って書いてないわけです、うん、ということはそこが次にこう落ちてる、うんうん、だから長いこと動いてないから安全やというの逆なんですね、うん、動いたばっかりのところは2000年だと動かない、うん、圧力ずっとかかり続けてる、これから今まで歴史に書いてないところはこれからです、うん、というのでこの法則が大事、はい、というのでこれを全部差し上げます、はい